どうも皆さん、サバです。ピーということで、今回も 2B2T やっていこうかなと思います。最近 2B2T の更新が遅すぎて、みんな何やってんだお前って結構コメント来て焦ってます。はい、ということで行っていきましょうか。いやー、でですね、僕、実は、この間ね、釣りを2時間したらどうなるのかっていう配信をやりまして、それで、ね、釣れたものをまず紹介しようかなと思います。ですね、まずは、こちらですね。こんな感じでたくさん釣れました。でですね、エンチャントボンもたくさん釣れまして、耐久力3修繕、ノックバック2、水中採掘、これ1個でノックバック2、最大の増量、生活成長ダメージ4、こんな感じでも結構ね、いい、まあいい、ちょっと中途半端なんですけど、まあなんかまあ結構割といい感じのエンチャボン釣れたんですよね。そう。結構ね、釣りめっちゃいいですね、これ。釣りにはまりそうなんですけど、まあ、こんな感じいろいろ釣れてしまいました。嬉しいです。で、まあ釣りはいいとして、今回ね何をするかと言いますと、今回ですね、牛エンチャントをもっとしたいと思いまして、この牛がいっぱいいる場所にね、行こうかと思ってるんですよ。なかなか牛がいるね、バイオームに出会わないんで、今回久しぶりに、ネザーハイウェイで長距離移動をして、牛がいる場所を見つけて、そこをね、牧場にして行こうかなと思います。じゃあまずはですね、そう、最近、なんか、馬がね、またね、ネザーに、もともとネザーに馬って入れられなかったらしいんですけども、入れられなかったんですけど、ここ最近なんかアップデートが来て、2B2T でね、なんか馬がネザーに入れるようになったらしいんですよ。なんで、ちょっとまず馬がね、ネザーに入れるのかっていうのを、ちょっと見ていこうかなと思います。とりあえずね、第2拠点に戻ってきます。でね、ニーソくんがね、ここいると思うんで、ニーソくんをまずね、ネザーに入れていけるか、試していこうかなと思いますよ。ニーソくんにね、まずつけて、ほっほっ。でですね、入るのかな？デマ情報だったら悲しいんですけど、行こうかなと思います。入ります。ほっ。入れていきます。ほっ。こうやって、ほっ。そしたら、あ、いった！あ、入ったね、ネザーに。え？ほんとじゃん。すごい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 。来た！入るじゃん、ニーソくん。え？勝ちだわ。勝ちました。じゃ、ちょっとネザーハイウェイに戻ろうかなと思います。いやー、今、馬に乗ってネザーハイウェイ移動してるんだけど、今思ったわ。ニーソくんめちゃめちゃ足遅いわ。ちょっと。マジでね、ニーソくん足が遅い。なんか僕が走った方がね、ワンチャン速いんじゃないかなって、僕よりもなんか若干遅いんですよね、足が。まあ、戻ります。第2拠点に。うわー、ちょっと待って、くっそ、やられたわ、待って。よいしょ。なんか、こう、今、ネザーハイウェイ走ってたんだけどさ、急に落とし穴落とされたわ。待って、これ通れるか？いきます。よしよしよし、来た。なんか、めちゃめちゃバチボコに破壊されてんだけど、こう。なんだこれ。ちょうど今、15000かな？ 15000 の場所なんだけど、ちょ、なんか、破壊されてんだけど、ちょ、どうなってんの？まあ、とりあえず、ちょっと、拠点に向かいます。わあ、なんか変わってんな。この間ここ通った時何もなかったんだけどな。ね。まあ行こうかなと思います。よーし、来たわ。でねー、ホワイティちゃんがここにいたと思うんですよね。ホワイティちゃんを助けてあげたい、僕は。ホワイティちゃんを救いたい。いるか、ホワイティ。え？ちょっと待って、あれ、ホワイティちゃんって、あ、僕地上に出してあげたんだっけ？忘れちゃったけど、ホワイトちゃんいる？あれ？あ、ん？あれ？あ、え、あ、あれ？ちょっと待って、あれ？あれ、ホワイティちゃんどこ行っちゃったかな？ホワイティちゃんどこ行っちゃったかな？っていうか、なんか新しい部屋できてない？ここに。何この部屋？ちょっと待って。え、どうなってんのこれ。ホワイティちゃん盗まれたんですけど、っていうか。
え、うざ。え、何？ベッド置かれてるし。壊しとこうぜ、このベッド。ちょっと、このベッド壊しとこうぜ。なあ。はい。多分もう、ここにいた人は、もう、一生ここには来れないでしょう。くそ、ホワイティちゃん完璧に盗まれてるわ。え？あ、ちょっとこれももらっておくか。はい、もらっておきましょう、これも。ありがとうございます。カナトコもらいました。壊れちゃったんでね、この間。うわ、え、ホワイティ、うわ、そっか、アップデート来てさ、ネザーゲートに馬が通せるようになったからさ、僕がここに置いてたさ、ホワイティちゃん、盗まれたわ。くっそ、これ完璧に盗まれたね、これ。うーわ、やられ、うわー。やられたわ。マジか。あ、くっそ、ま、あ、マジか。あー、まあ、悔しいけど、これはもう、まあ、2B2T だが仕方ない。僕がここに置いてたのが悪いです、これは。うわー、悔しい。わ、愛着湧いてたんだけどな。しかも足早いし。わ、ここ、あー、くっそー。まあいいや、とりあえずもう、馬に乗って、新しい場所に向かおうかなと。待って、ここ牛いるかな？この場所牛いるんじゃね？で、ここに牛がいたらさ、もう普通に、別にもう、新しい場所探さなくてもいいんだけど、まあ、ここ、荒らされてるけどね。荒らされてるけど、ここに牛がいれば、普通にま、新しい新天地、行かなくても、いいかなって思うんですけど、牛いないかな？牛いないか、さすがに。なんかいなさそうだな、こんな山岳地帯に。まあ、ちょっと探してみようかなと思います。あ、でも結構、あれだな。草原バイオームに入ったぞ、これ。草原バイオームってこと結構これワンチャンあるんじゃないか。だから牛がね、マジでいない。羊とね、鳥はいる。あと豚もいるんだよね。あ、ラバーいるじゃん、ラバー。それは別にいいんだよ。いや、待って、牛がね、いないんですよね。これ豚と牛がね、結構少ない印象。あ、いる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 。あ、待って、一匹しかいないじゃん。でも牛いるわ。え、牛いるけど、一匹、他、あと一匹いればさ、繁殖できるんだけどな。牛さんいないですか？牛さん。とりあえず目印で松明つけとくか。光らせておきます。よし、じゃあちょっとあと一匹牛探しの旅行くか。そういえばですね、この間の動画でさ、どうやってチーターの人って、この拠点、人の拠点とか見つけんだろうって話をしたんですけど、その動画にコメントが来てまして、なんかね、ひまわり、植物のひまわりってあるじゃないですか、マインクラフトに。そのひまわりが向く方向、なんかひまわりってなんか、向く方向が、決まってんのかな？で、そのひまわりを、の向いてる方向、ひまわりの花が向いてる方向を見て、そこで方角を感知して、そっから近くにあるなんかこう、渓谷とか、あとはまあ、廃校とかを、目印に探していくみたいです。いや、怖いよね。もう普通に特定班なんだよね、もう。なんかいるじゃないですか、現実でもなんかネット、インターネット特定班みたいななんか、芸能人のさ、目に反射した、この背景とかを、こう、画像で、こう、判別して、なんかこう、特定するみたいな、そういうのがあるけど、まさかマインクラフトにもこういう、なんか技があるとは思わなかったんで、結構取り当たっちゃいましたよ、これ。いや、でもにしても牛がいねえわ。結構移動してきたんだけど、にしても牛がね、見当たらない。牛どこ行っちゃったんだろう。あれあれな、何ここ知らないんだが。ちょっと待って。どこここ、やばいやばい、もうひまわりがもう、ひまわりすぎる。どうしよう。完全に迷ったわ、待って。完全に迷った、どうしよう。ちょっと待って。やばい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 。ちょっと待ってよ。どこから来たっけ、曲。何これ何これ、ちょ。うわ、やばいかもしれない、この場所。ちょっと、やばいかもな。結構人来てるわ、ここらへん。じゃ、やっぱここにさ、拠点作ろうと思って、拠点っていうか、いろいろ作ろうと思ってたけどさ、やめた方がいい気がしてきた。これ何これ。死にそうなんですけど、僕っていうか。結構なんか、わけわかんない人たちがこの場所、なんか来てるわ。来て、なんか作り始めてるわ。なんか、知らない間に。ここすごい安全かなと思ったんだけど、そんなことないな、この場所。なんか、歩いてみると、いろいろと、
やばそうです、ここら辺。もう見てみんな、もう食料がなくてフグ食べて空腹を紛らわせています、今。最悪だ、こんな日が来るとは思わなかった。あー、辛い。なにこれ。なにこれ、すご。なんかできてんだけど、木の。なにあれ。え？ちょっと待って、お腹が空きすぎてなかなかちょっと動けないんだけどさ。なにこれ。え？え？ぶっ壊されてるこれ。なにこれ。あ、これこの間来たっけ、ここに。あ、額縁がある。来たことある結構。すげえアイテム落ちてんだけど。なんで？なんだこの場所。ちょっと。え？なんか人がいて、もともと。荒らされたような痕跡がありますね。もともと誰か住んでたのかな、この場所に。どこここ。いやー、ちょっと皆さん、決めました。やばい。やばいです、ここは。なんで、ここにね、やっぱ牛の牧場を作ると確実に破壊されると思うんで、ボートを使って海を渡って、第二拠点に牧場を作ります。僕は本気です。いや、2B2T ってさ、ボートを使うと落ちるって言われてるんですけど、そんなの知ったこっちゃないですよね。やります、僕は。なんで、とりあえず最初に、ここに2つ、まずボートを作ります。まずここに、ボート2つ置きます。はい。で、何をするかっていうと、向こうに牛がいるんですよ、すぐ近くにね。いました。で、この牛をこれで引きつけます。はい、来て、はい、来て。はい、来たね。はい、来た。引きつけます。え？ちょっと、来て。ね、なんで来ないの？来てよ。ちょっと、ね。もう。あ、来た。放置してたら来るようになりました。5分くらい。え？来て。いいよ。オッケー。よし、いいぞ。こういうちょっと。いやー、これ精神が持たねえな、これ。よし。いいよ。で、これに乗ってね。はい、乗った。で、乗ったら、僕も乗ります。はい。で、着水。着水。はい。着水してきます。よし、で、オッケー、これで乗った。よし。で、あと一匹の牛もボートに乗せます。よし、二匹目も、来てね、二匹目も、入ると。よし、天才的。で、これで、ちょっと怖いが、こうやって着水する。よし、これで、第二拠点に行こうかなと思います。牛一匹ずつ拠点に連れて行きます。じゃあ、まず海に出たいんだけど、これね、ボートに乗るとね、そう、こんな感じでバグってさ、2B2T にから切断されたりするんで、一度でも切断されたら、今回の動画は終了です。はい。じゃあちょっと海に向かって進んでいこうかなと思います。海ってどっから出れるんだ、これ。多分川って、多分ね、前からの川って多分いつかは海に行き着くと思うんですけど、あ、来た、海あったね。よし、待って。あ、ちょっと座標、写真撮っとこうか。写真撮りました。よし、じゃあこっから、第二拠点に向かって泳いでいこうかなと思います。ちょっと待って。あー、これやばいかもしれないなー。あ。はー、ですよねー。いや、マジかー。ちょっと、あと何分だ。まあ、122人待ちだー。もうダメだ、もう。やっぱボートで牛移動できないよなー。どうしたらいいんだ。ちょっと。まあ、みんな、ちょっと今日の動画の内容マジで薄いと思うけども。もうダメだ。ちょっとダメですか。あ、もう。はい、ということで、ちょっと、牛。いや、牛、牧場作れんのかな？一番むずいかもしんない。2B2T で牧場作るのが。はい、ということで、今回はこの辺にしようかなと思います。この動画面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまとめてください。では、バイバイ。